い、皆さんこんにちは。バリトレコの味方ホリです。バディック柄からスタートしてね。はい、今回も一問一答やっていきましょう。それではバリトレコの味方スタート。はい、今回の質問はこちら。ビラとホテルの違いは？いや、ビラとホテルですね、まずホテルはですね、一般的になんかそのビルディングタイプですね。日本のホテルと変わらないです。日本のホテルのイメージで OK ですね。大きい建物にあの客室がいっぱいあるようなものをホテルって言いますよね。で、ホテルの場合はレストランとかプールは基本的に共用で、あとはまあホテルによってはそのレストランの種類がたくさんあって、毛色の違うレストランですね。日本食、ここは日本食、ここはインドネシア料理、ここはイタリアンみたいな感じで、ホテルの中にいっぱいレストランがあったり、ショッピングアーケードがあったり、スパがあったりっていうホテルがありますね、バリ島には。で、ビラっていうとですね、基本的に一戸建てで、プライベートプールがあって、広いこう広いリビングがありまして、なんかソファーとテレビとあって、キッチンもあって、プライベートプールで泳ぎなされみたいな感じですね。で、ビラによってはですね、まあ、24時間でバトラーサービスがつくようなところもあります。バトラーサービスって要は何でもやってくれるお手伝いさんみたいな感じで、ちょっと外行きたいからさ、タクシー手配してくんないみたいなね、感じだったり、あとは使ったことがないので分かんないですね。なんかいろいろやってくれるらしいですよ、バトラーさんっていうのは。まあ、荷物運んでくれたり、ちょっとタオル新しいの持ってきてとかいうのもできるらしいですよ。そんなとこ泊まったことないですけどね。ただですね、まあビラって書いてあってもビラ風のホテルとかがあります。僕の知ってる中でもいくつかあって、なんとかビラみたいな書いてあるんですけど、行ったらまあビラではないかなみたいなところもあったり、逆にですね、あのホテル、大きなホテルの中にビラっていうカテゴリー、敷地が大きいからホテル の, あのビルディングがあって、それとは別にあのビラカテゴリーっていうのがあるホテルもあります。で、個人的におすすめなのはやっぱりビラですね。バリ島に来たらやっぱビラに泊まってほしいなっていう気持ちはあります。で、どうしてもビラってめっちゃ高いイメージがあるんですけど、バリ島だったらそんな高くないです。もちろん高いところもあります、その24時間バトラーがついてるところとか。でもやっぱ高いなりにそれだけサービスが良かったりお得だったりはするんですけど、まあ例えば学生さん、まあ、4人とか5人とかで、もうとりあえずちょっとホテルとまあ同じぐらいの値段でなんかビラとかないのかなっていう時に実はあるんですよね。で、例えば学生さんホテル泊まった時、5人だったらまあ2部屋かな、2部屋取らないといけない。で、まあ、1部屋大体じゃあ1万円だったとして2万円じゃないですか、1部屋ずつだったら2万円でなんかすげえでっかいビラで、まあ、1人残念ながらあのソファーで寝ることになってしまうけれども、その値段であったりするんですよね。プライベートプール付きで、広いリビングがあって、キッチンもあって、なんかスーパーでちょこちょこなんかカップラーメンみたいな、まあ、カップラーメンじゃあれだな、なんか魚とか肉とか買ってきて焼いたらいいんじゃないでしょうか。プール入りながらみんなで食べてね、ビール片手にね、楽しいじゃないですか。はい、ということで今回の質問と回答はこちら。ビラとホテルの違いは、ホテルは多数の客室があるビルディングタイプ、ビラは基本的に一戸建て。はい、ということでいかがでしたでしょうか。皆さんのですね、ご旅行の参考になれば幸いです。僕らですね、バリ島旅行の味方というメディアをやっておりまして、まあ、ブログ型の情報サイトみたいな感じのものなんですけど、そちらもぜひ見てもらえたら嬉しいです。あとですね、告示になるんですけど、僕らの作ったステッカーとかですね、カレンダー、卓上カレンダーとかがですね、store.jp さんに発売しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。特にこのカレンダーについてはですね、僕らが撮ったバリ島とかバリ島から行ける離島の写真とかですね、セレクトしてあるので、ぜひ要チェックです。この動画ですね、旅行の役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録とかですね、グッドボタンの方よろしくお願いします。それではバリ島旅行の味方ホリでした。またね。
ー。